皆さん、お元気ですか？ヨゼフです。今回の動画は、英語の参考書に、八つ当たりする内容となっております。では、始まり。今回は、DUO 3.0、例文164に八つ当たりします。では、まず聞いてみてください。You ought to think over whether the premise is valid or not. You ought to think over whether the premise is valid or not. はい、いかがでしたでしょうか。八つ当たりポイントは3箇所考えております。はい、色を変えて八つ当たりポイントを示しておりますが、1行目はですね、これは辞書にも載っている音の変化なので当たり前なのですが、オートto のところがですね、t が一つ脱落してくっついていきます。2行目はですね、前半の premise is がくっつくというのと、後半 valid or がくっつくという2種類ですね。はい、見た目に分かりやすいつもりなんですけれども、1行目、脱落する t を取ってしまって2つの単語をくっつけました。2行目もですね、同じように2つの単語をくっつけております。で、その下に発音記号も書いてみました。では、もう一度聞いていただきます。You ought to think over whether the premise is valid or not. はい、これで発音に関する八つ当たりはおしまいなのですが、色を少し変えたところのですね、単語について少し辞書で調べてみました。さて、まず、オートをですね、辞書で調べてみたのですが、意味的なことではなくて、発音の問題が気になるので引いてみました。オート、トゥがくっついて発音されますが、子音の前と母音の前では発音が違うんですね。で、例文164の場合は、think over という子音の前なので、おうたというのが正しいんです。ところで、同じような問題が have to とか has to でも起こるのです。それも辞書にちゃんと載っております。子音の前の場合と母音の前の場合では発音が異なるんですね。と言いながら、そんなことを中学生に教えている先生はおそらくいらっしゃらないと思うんですね。私も中学生相手に教えた記憶がありません。高校生相手もですね、もう言っても仕方がないというかね、それが入試に出るわけではないので、もう全部 have to、has to で押し切っております。しかし、今回例文164を聞き直してみると、ought to じゃなくて ought toって言ってるなと思うので、辞書にも載っている当たり前のことなので少し調べてみました。続いてプレミスという単語を引いてみたのですが、複数形は S がついて発音はプレミシズ、前提とかっていう意味なんですけれども、例文164ではですね、premise is がくっついて premises なんですけれども、それは複数形の premises と発音が全く同じになってしまうなという、私がなかなかピンとこないと言いますか、それ耳から聞いたらわからない困った、発音の変化だなとっていうふうに感じるので、辞書でも念のために確認しただけです。最後はですね、フェザーという接続詞について気になることを辞書で調べてみました。1番のところに名詞節を導いて何々するかどうかという意味なんですけれども、神野清和辞典にはですね、語法の説明もありまして、フェザーと if という語法の説明がありました。で、他動詞の目的語となるときは交換可能であると大原則が書いてあるのですが、フェザー節内に or not を伴う場合は実は2種類ありますので注意が必要です。フェザーは if と原則的に交換可能なのですが、フフェザー・オア・ノットというふうに3つの単語がつながってしまった場合、交換できません。で、具体的な例文、1と2を書いておきましたけれども、ですから、フェザー・オア・ノット、口で説明するとですね、1も2もフェザー・オア・ノットなんですね。でも、1の場合は、フェザーの後に主語動詞、保護が来て、後にオア・ノットですね。2の方は、フェザー・オア・ノットと言った後で、主語動詞保護となっております。で、2のような、フェザー・オア・ノットが全部くっついてしまうような例文の中ではですね、ここのフェザーを if に置き換えることができません。そもそも、2のような例文の存在に気がついていない人がいるんじゃないかなと思って、ちょっとしつこく説明してみました。ということで、今回の動画はおしまいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録をよろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。